はい、匠ソフトの高井です。今回も父読語館をしてまいります。今回の箇所は2019年11月号特集語らざれば憂いなきに似たりです。今回読語館するのは小説徳川家康第38回骨の太い博多商人というタイトルの箇所です。著者は道門冬二さんになります。私がこの徳川家康を読んで感じたことは、町を豊かにするのは商人、武人ではないというごくごく当たり前のことです。しかしこれ大事なことだなというふうに感じました。文をわきまえるってよく私たち言葉使いますけれども、まさにこの偉いなと思うのは豊臣秀吉が、才能豊かな方でした。もちろん農民上がりというか、そういう下流の庶民の暮らしをよく知っている人が武人まで成り上がった人ですから、商人のなすべきこととか、あるいは武人がなすべきこと、両方の面をおそらく、秀吉は見ることができたんだと思います。でも秀吉はやはり武人として生きていったし、武人としての良権を生きたと思います。で、商人はそれに付き従った商人もまた同じく武人の域を超えずに自分たちの商売という中での展開をしていったなということを感じました。そしてまたこの文化というものはこの商圏の中で商圏を中心に創造されていくものであることがやはり歴史のこのような本を見るとよく感じさせられます。そしてこの商圏にはさまざまな人がいて、さまざまな役割の人がいて、それぞれ有機的につながり合ったり、時に無駄じゃないかなって思う人たちも、その存在があるがゆえに、成り立っているものというのが存在したりします。つまり人という存在がすごく大事であるということ、何よりの宝であるということ、そのことをこの当時の武人の方々ももちろん知っていて、そのために、一つの文化圏を作るにあたって、そこに、商売を起こし、そこに、繁栄をもたらし、人が集い、楽しめて住めるような環境を創造していってるなということを思わされます。この中に出てくる家康もまたその光景を楽しんで見られていたんだなということも感じられました。私の今のその自分の世界に置き換えて言うならば、私は業者としての立場があり、お客さんという存在があります。お客さんの良権、お客さんが担わなければならない部分と業者である私が担わなければならない部分というのはおそらくあるんです。しかしこの垣根が越えなければならなそうな時っていう、そういう仕事が結構頻繁に起こります。それはどんな仕事かと言いますと、お客さんが戦略的に、例えばホームページなんかも、経営を新しく刷新するために、新しいところを開拓するためにチャレンジをするような場合とかは、かなり経営者の方と、けんけんがくがくやりながら、その作業を進めていくことがあります。その時に、私が忘れてはならないのは、あくまで業者としての立場、業者としてのやらなければならないことを踏まえて、お客さんに仕えていくこと、これがやっぱり大事なんだなということをすごく感じさせられました。この今回ですね、小説徳川家康を読みまして、私はその自分の良権、自分がやるべきこと、あくまで、私は業者としてやるべきことを果たしていかなければならないということを感じました。そしてもう一つ、人の存在こそ宝ということ、どんな人でも用い方によっては、大きな大きな財産になるということだと思います。
私自身もお客さんに用いられることでお客さんの財産となれるように、努めていければなというふうに感じた次第です。はい、今日の特語感はここまでとしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。